おはようございます。茂木耕作海空研究所、今日も朝礼やっていきましょう。今日は令和4年12月26日でございます。砂塚森忠さん、おはようございます。森本あかねさん、おはようございます。山本健太さん、おはようございます。清水信之さん、おはようございます。寺井修香さん、おはようございます。中村修平さん、おはようございます。練習会お疲れ様でした。なんか埼玉もいい感じになってきましたね、1年経って。あ、中島明さん、おはようございます。昨日の良かったですね、タイヤの空気圧チェックします。友人さん、おはようございます。佐藤直君、おはようございます。皆さん、あのサンタクロース問題は面白いですね。全くん10歳なのか、9歳だからギリギリ来たのか、全くんのは。しかしスタイフの講習の面前でね、僕はいないと思ってますって言っちゃう。なんでかっていうと、手紙が来たんですよとか言って、パソコンで明らかに打ってるしとか、10歳からはもうね、年下の子のことで忙しくなるんで、10歳以降はないよっていうね。お手紙が来たから、いないと思ってますっていう。いやでもなんか、どこで蹴りつけるんですか、あれは。まあ僕10歳はね、ちょうどいいとこなんですかね。あれはどっち派ですか、アキラさんの枕元にお年玉を置くっていう謎の慌てんぼうすぎるだろう。それはサンタクロースなのか。同じサンタクロースでも慌てんぼうすぎて、お正月前に、お年玉を置いてきた。清水さん、秀逸やな。笑っちゃったな。清水中島の相性いいんですね、多分ね。なんか芸風全然違うのに、あの二人は。コンビで、どうもって出てったら、すっげえいい味出しそうな気がします。ちゃったな。あれは身内びいきの話だったのかどうかもよくわからないし、まあでもあれか、息子さん娘さんともに、なんていうか、お父さんの渾身の滑りそうで滑らないギャグに、ちゃんと笑顔で優しい、お優しいっていう。お優しい笑顔で、お二人ともお優しい子なんでしょうね。ほら、きっと一人にね、奥様がお優しい人なんですよ。じゃあ逆に、アキラさんは子供の頃どうだったんですかね。そういうお父さんだったのかな。なんかそういう、どうでもいいことをやってくることに対して、どう返してたんですかね。ちゃんとお優しく笑ってたんですか、明さんは。いや、なんかガススタの下りね、なんか久々ですよね。なんか洗車依頼じゃないですか。オリンピックマークの丸が一つ少ないやつ、それアウディですよね。あれ、アウディで合ってる、そういうことだよね。2つ少ないんじゃ、3つ、あ、横に4つ並んでんのか、アウディって。そうか、1つ少ないやつか。そうか、空気圧が減ったらちゃんと、それを知らせるランプがつくという機能がついてて、まあ、高級車なんですね。
で、とぼけたことを聞いてくる運転手さんが、これつくから別にね、いちいち聞かなくても運転手はみんな知ってんじゃないのみたいな、こう嫌味のない小ボケをかましてきたので、あの軽トラとかついてないんでみたいな、これは大人の対応だというね。あけるさん、いやギリギリじゃないですか、その軽トラとかついてないんでやっぱいい車乗ってますねまで言って大人ですよそこはやっぱアウディさすがですねと、そこまで立てて大人じゃないですかいや面白いなと思ったけどはい、いやなんかいいっすね、あのメンバーさんのスタイフ音声を聞いてよく朝それで喋るっていう、このサイクルが板についてきました。前くんのね、あのサンタさんの話は割と重かったんだけど、それがメインではなく、なぜについて考えて、ちょおけが大丈夫だったのかな、そのお友達のなぜについて考える、小学4年生、そうなんだよね。で最後にさ、あのみんなもやった方がいいよって毎回やってるわけじゃないけど、今回も言ってましたけど、あれ本気で言ってる感が大事なんですよね、人におすすめするときって。でまあなんかその本気で言っても答えてくれない回数を何回も乗り越えなきゃいけないじゃないですか、あの何回も空振りして、でもとにかく何回も打席に立って人におすすめおすすめおすすめってやって、まあ、もしかしたら誰か人いつか当たるかもしれない、もしくはおすすめを聞いてやったわけじゃないけどたまたま同じことを始める人がいるのかもしれないですけど、やっぱりそのバットを振り続けてるから当たって、その人と会ってやっとこの状態になれたっていう達成感というか、それがね、なんていうか、つながる時の絆の深さをこう作るというか、いやすごいやっぱ なんだろうな、いい仲間を作るには、いい仲間を作るための行動がいるよねっていうことでいくと、善がこう最後にね、みんなもやった方がいいよって、繰り返し繰り返し言うっていうのは、すんげえ正しい行動だなと思いましたね。繰り返し繰り返しって何度も空振りするわけじゃん。でも本気で思ってるから、ああいう声のトーンにちゃんとなるし、はっきり言い切れるし、言えば言うほど響く言葉になっていくんだと思うんですよね。昨日はだって語彙力も増えるし、考え方も整理されるし、めちゃくちゃこうその大人っていうかさ、もうアキラさんより大人ですよアキラさんは大人になりきれてるかどうか微妙な対応をね、アウディの運転手さんにしてましたけどゼンはもうアキラさんより大人言ってることがね。でサンタさんだから、大人だからこそサンタさんもういいよって言うのも、うん、それでいいんですよね。でサンタさんが必要なのはやっぱ子供なんでしょうね、うん、
まあ僕はどっちかというとサンタさんはちょっと擦れていたので 最初から擦れていたんで、あんまりこう、いるいないとか、そういう話じゃねえみたいな、斜に構えた態度で育ってしまったので、一時期ね、自分の子にも、なんていうか、こういうストーリーにしたら面白いんじゃないかとか、やってましたけど、毎年やることにこだわれなかったのかな。まあ、今年もやりましたよ。小学2年生の子にはそうしました。まあでもなんか、なんですかね。何が大事なのかって言ったら、サンタが大事じゃなくて、もらったものそのものがプレゼントとして嬉しい以上に、サプライズを作りたくて、そのものストーリーというか、立て付けというか、設定っていうか、まあ、サプライズもプレゼントの一部になっているから、まあそれが使えるうちは、まあある種こう上乗せしてあげるというか、そんな感じなのかな。で、ずっとそれが、サプライズが効き続ける人もいれば、どっかで、いや、これそろそろ、もう何歳だし、みたいなので、これどこでやめるか悩むみたいな、パパ友、ママ友との話とかよくあるんだけど、俺ね、あんまり悩みが共感できないんですよ。やめればいいじゃんっていう感じになっちゃう。やめればいいじゃんって感じになっちゃうんだけど、でも、その悩んでる側からしたら、夢は壊したくないとか、まあそうだねと。で、それは、それで、なんていうか、それこそどうでもいい話ではない、それが。僕はあんまり共感してないんだけど、どうでもいいとは思っていないです、そういうことはね。まあ、だから、話してることは、クリスマスの一日のイベントに対する扱いなんだけど、結局、その親子の普段のどう過ごしているかの関係も関わってくる話で、なんかそれこそね、あかねさんとぜんくんの、親子のこう距離感の取り方だったらそれが成立するっていう回を取ってるだと思うんですよ。だけど、まああれがもっと近い場合もあれば、もっと遠くて、まあ仕事上こうたまにしか会えないお父さんとかあるよね、単身赴任でとか、船乗りさんでとか、まあじゃあそういうお父さんだからこそこの設定はこう年に一度だしみたいなことって まあ当然あり得る話だし、あ、周平さんおはようございます。昨日はお疲れ様でした。練習会なんか盛り上がってそうですね。なんか埼玉もすっかり1年経って根付きましたね。よかったです本当に。そう、なんかまあ晴れの日っていう、まあクリスマスが、まあ年で一番大きな晴れの日の一つかもしれないですけど、まあ、それこそ練習会だってさ、晴れの日じゃないですか。晴れの日に、みんなが集おうと思うっていうのは、で、まあ、それを盛り上げようとするとか、それを特別な日にしようとするとか、それをどう、まあ、コーディネートしたり運営したりとかっていう話って、その日だけに目が行くんですけど、結局、普段どう付き合ってるか次第で最適解が変わるよねっていうところはちょっと思うんですよね。だからサンタさんの扱いどうするでいくと、
ああ、じゃあまあそれはサンタさんに相当する部分が、例えばセイジさんっていうインストラクターさんで、セイジさんっていうインストラクターさんがどういうふうに特別なのかっていうことを、練習会っていう晴れの日において、まあ、なんだろう、運営のお手伝いなのか、まあ主幹っていう扱いなんですか、周平さんは。今その正式に主幹者っていうふうになってるかどうかは分かんないですけど、まあ、イベント運営を取り仕切る側、その枠をどういうふうに整えると、裏方としてどういうふうに整えると、まあ一番内側、その内側の、まあ、参加している人たちと、なんていうか、ステージの上に上がるインストラクターさんの生徒さんが一番こういい関係性になるかっていう、その、最適解を結局一番決める一番大事なキーファクターは多分周平さんにあるんですよね。で、それはなぜそれを周平さんが決めれるかっていうと、多分その晴れの日に至るまでの、まあ例えば誠司さんとの付き合いがこう何度もあったりとか、まあ参加者も知り合いがいれば、その人との日常の付き合いがあるでしょうし、まあ、晴れの日に何が最適かを考える材料を一番たくさん持っている人が、結局コーディネーターとして一番最適なポジションになると思うんですよ。まあ、そうすると、じゃあこれがサプライズになるんじゃないかなっていう話になったり、まああえてそのサプライズを求めてるわけじゃなくて、当日は粛々とこれをやるのが一番満足度が高いっていう回になるかもしれないじゃないですか。それって、参加者の、ね、求めてるものって全こうそれぞれ違うから、まああと冬の時期っていうのもあるかもしれないね。それ次第で毎回同じじゃないはずですよね。で、それをじゃあ誠司さんが決めれるのかって言ったら、まあ誠司さんは誠司さんでベストを尽くされると思うんですよ。インストラクターとしてスプリントの習得において一番大事なことを中心にどうやって伝えようってことに全力を尽くされると思うんだけど。それはあくまでその練習会が始まってからの話じゃないですか、誠司さんができるのは。でもその前後において、どういうふうに迎えて、どういうふうに終わって、終わった後どう声をかけて送り出して、その晴れの日を本当に満足だったっていうふうに、こうなんていうか、まあラッピングみたいな話ですね。前後始めと終わりをどういうふうに終わるっていうところをデザインするっていうのは、まあ誠司さんにもできるかもしれないけど、やっぱりそれ周平さんのポジションだと思うんだよね。なんか最後の集合写真見てて、なんかね、周平さんの 周平さんのこうなんか自信に満ちた表情が、眩しかったっすね。1年前にね、初めて主観した時に、まあものすごい人数集まったわけですけど、まあその後もね、ちょこちょこその少ない人数でも、とにかく埼玉でっていうことをずっと地道にやってた期間もあって、そこからしたら、まあその何十人もこう人数が来てるわけじゃないかもしれないけど、そんなにこう爆発的に大きくなったわけじゃないかもしれないけど、練習会どんな雰囲気だったかもちろん動画も見てないし分かんないけど、集合写真に写ってる周平さんの表情がかっこよかったっすね。この人が中心で、この人がまとめたんだなっていう、何ですか、あれは。そのエネルギーを感じましたね。
だって真ん中に映ってるわけじゃないし、一番目立ってるわけでもないんだけど、周平さんの表情が一番良かったですね。場をし、あの一番分かってる人の表情っていうか、あの馴染んでる、その場に一番馴染んでる、支配してるとまでは言わないですけど、場を掌握してるというか把握してできてるっていう感じの、それが伝わってくる感じで、あ、いい練習会だったんだろうなっていうのも、なんですかね、あの集合写真でわかる感じちゃうのは俺の感じじゃないですかね。それはすごい思いました。埼玉を盛り上げてほしいですね。なんかああいう、そうですね、こうああいう、こう、こういうのやりたいなっていう時に、なんだろうな、もっとこういう風にしたいっていう話って、まあ、常々周平さんにあると思うんですけど、それをこうアイデア出し合える場にするのも研究所の研究テーマの一つかもしれないですね。まあもしよかったら、あの練習会で感じた、あの1年前から比べるとこういうことできるようになりましたっていう、その周平さんのコーディネーターとしてのこう手応えも聞きたいなとも思ったし、もっとこういうふうにできるといい回になると思うんですよっていう話も研究テーマとしてね、なんかみんなで一緒に考えれたら結構その有意義というか汎用性の高い話になると思うんですよ僕は。練習会を取り仕切る立場じゃない人もあれぐらいの人数をまとめてその1時間ぐらいを最適解に持っていくっていうので当てはまることってたくさんあるじゃないですか。んで、まあどんどんこう、それこそこのオンラインサロンも含めてですけど、オンラインでのつながりに対して、まあ、その割合がどんどん増えていって、増えていけば増えていくほど、あの現場で、数人から数十人ぐらいの規模で集まる、時間の価値ってのは逆に上がってるわけですよめちゃくちゃ上がってると思うんですよね。オンラインで何でもやり取りできるようになって、オンラインで何でも疑似的に実現できるなればなるほど、あの現場で数人から数十人で集まって何か目的持ってこういうことやろうと言って、まあそれこそね、クラブ活動からあの少年野球のチームでも何でもそうなんですけど、そこの時間っていうのの価値は、あの同じことをやってても上がってると思うんですよね。で、ただほっといても上がるんだけど、オンライン上で普段どういうコミュニケーションをするか次第にかなり影響を受けてるんだけど、それが結びつけられるかどうかには、あそこの、まあ、スキルっていうのかどうかわかんないですけど、そのこうどう結びつくかっていう、結びつけたらいいかっていうアイデアとか、それを整理するとか研究するとかっていうのはまだまだ未開の地というか、掘り下げどころのあるところで、しかもすごく普遍性が高いというか、今後の何をするにおいても、まあ、だいたい5人集まったらこういう感じになるとか、10人集まるとだいたいこういう感じになるとか、月に一遍ぐらいの頻度だとだいたいこういうのが最適であるとか、まあ、半年に一度なんだったらここまで仕込もうとか、あるいはサプライズがあった方がいいとかない方がいいとか、ストーリー性 をあえて当てはめて、そのストーリーをどういうふうに構築するとか、あんまり作り込みすぎたストーリーは窮屈になるとか、あった方がいいとか、わかんないけど、まあいろいろ要素あると思うんですよ。でこう、みんなそれぞれ、お互いそれぞれのオンラインコミュニティに所属していて、オンラインの情報にこうずっとさらされている前提だから、
まあ、その時集まるメンバーにおいて何が響くかっていうのは、割と丁寧に考えないと最適にはならないよね、少なくともね。そんな大きな事故も起こらないと思うんだけど、最適を目指すんだったら一番納得できる時間にしようっていうことを考えたら伸びしろたくさんあって、研究のしどころたくさんあるなっていうことを思ったりしてて、だからこそその1年やった周平さんのなんか違う人になってるっていう差を感じたんだと思うんです、僕はね。昨日の誠司さんの集合写真見て思ったんですけど、もう全然こうなんか貫禄っつったらあれですけど、貫禄じゃないんだよな、なんかこう綺麗な背筋でまっすぐいい表情をされてて、埼玉の主として埼玉に周平ありっていう感じしますよね、あくまで、あの場所のホームグラウンドとして、周平さんの空間なんだなっていう写真だなと思いました。はい、ということで今日皆さんどうなったと笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。周平さん、じゃあね、いってらっしゃいませ。